ブサキ寺院、ブサキ寺院は、インドネシアバリ島にある、バリヒンドゥ教宗本山の寺院である。アグン山の中原に位置しており、三十四の寺院の集合からなる。八世紀には、仏教の修行の場であったと言われている。十六世紀のゲルゲル王国の時代に急激に、流星を極めた。しかし、軍友割挙による王国時代は、各地の諸王たちは、 自分たちの領地の寺院のみを管理する状態が続いた。しかし、1917年のバリ島南部大地震の影響で、バリ島で、呪術、宗教儀礼が活性化した頃に、当時のオランダ植民地政府が、バリ文化の保護者としての立場を内外に示す上で、武寺人を文化復興のシンボル的存在と位置づけその復興を重視し、それと共に、旧王族を中心に、 ブサキ寺院の儀礼体系が再構築されたことで、総本山的地位を占めるようになった。また、1938年には、植民地支配体制再編に伴い、バリの8人の旧王が自治官に任命された際、その自治権承認の儀式が、6月のガルンガンの日に寺院正面の一角で取り行われた。1979年には、 パリーサダが主体となってエッカダさるドラの儀式が再考され、スハルト大統領ら閣僚が列席し、ブサキ寺院とヒンドゥー教徒に対する国家の保障を象徴する儀式となるとともに、内外のメディアで100年に一度の儀式として大きく報道されたことから観光熱を高めることにもなった。これ以降もブサキ寺院の諸儀式はかなりの規模で、 日々の日常的な儀式も含め取り行われるようになり、また、武キ寺院で大義礼が催される場合、正常のために村の遺体はすべてダビに付しておくよう取り決められている。武キ寺院破壊神芝、繁栄神、ビシュヌ、創造神、ブラフマのヒンドゥー三大神が中心に祀られており、多くの神々の祠がその周りに配置されている。寺院内は立ち入り禁止だが、その周囲から、 様子は垣間見ることができる。境内は人専門のガイド以外は案内ができず、相場は1万ルピアだが、1人当たり10万ルピア以上など相場を大きく超える多額ガイド料を要求し、トラブルになることも多いため、事前にきちんと交渉しなければならない。境内に入らないにもかかわらず、ガイド料を要求するガイドも存在する。このため、ツアー会社では、 ブサキ寺院への観光を避ける傾向にある。ありがとうございます。